始まりました一流深掘りチャンネル、えー、本日のゲストはアテネオリンピック金メダリストで、えー、現在は全日本男子柔道監督の鈴木啓司さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします柔道の監督ってこうすごくお忙しいイメージがあるんですけれども、はい 普段はどういうタイムスケジュールというか、はい、どういう生活をされているえー、もともとあの所属といいますか、はい、自分の本来の職業というのは大学の教員をしてます、うんはい、国士舘大学の。はい、で、そこから、えー、全日本の活動があるときには、例えば大会とか合宿とか、<ー>そういうときにはそっちにそっちメインでやらせてもらっているという形で、はい、あとはまあ代表の、えー、稽古を各所属それぞれ。えー 違いますので、ええ、こう見学に行ったりとか、時には自分の国士館大学の学生に指導したりとか。なるほど。っていうふうな生活をしてます。そうなんですね。趣味が多彩でいらっしゃると思うんですけど、その釣りに行ったりとか、そういうのはされないんですか。えっと、自分の趣味は土日には使わないですね。あ、そうなんですね。もう平日の空いてる時間で行くという形を取ってます。夏場だったら、家を2時に出てって。 はい、4時、5時、明るくなったらもう釣り出して、ではい、で9時、10時に終わって帰るとか、帰この朝ごはんの送り出しはちょっと妻は大変ですけど、はい、まあ帰ってきた,来たらもう僕が対応するっていう感じで、その日の夜はもうこんな最後は。<laughs> それでは本日のテーマはこちらです。金メダルを取られるまでのその奇跡を、はい、えちょっとお伺いしていきたいんですけれども、はい、まずその柔道を始められたきっかけから、はい、あのそのいろんなタイミングのところをちょっとお伺いできますでしょうか。うん、はい、ありがとうございます。まず三、えー、歳から柔道を始めたんですけど、はい、僕の兄がずっと柔道やってまして。はい 道場の先生が接骨院をやられていて接骨院が終わってからなんで夜の7時ぐらいから10時ぐらいまで、うんはい、どこに行ってんだろうと思って、はい、夜7時ぐらいに、はい、じゃあ行ってきますって出ていくのが、はい、どれも連れてってくれと、はい、じゃあお前3歳になったら柔道着買ってやるってことで、うん、3歳の誕生日に柔道着を買ってもらって、うんはい、それでスタートしたのがまずきっかけで,、はい、でそこからまあすごくこう日本一を目指す道場だったんですよ。で もちろん日本、えー、県チャンピオンになるということを目標にして、うん、で全国大会でも優勝しようという目標を持っていたので、はい、ほぼ月か目、火、水、木、金、土毎日練習、うん、柔道の練習で,、うん、で中学から国士舘中学に、うん、東京に、えー、上京するんですけども本当に大反対をされまして最初は、はい、それは両親ご両親から、親ごいや、あの道場の先生があそうなんですね、はい、まずもっともっとその先生は教えたいと。はい で残って地元の中学行って<ー>なんか流れとしてはそのまま土浦日大っていう高校があるんですけど,ど、はい、そこに土日に行ってで落合先生っていう方がいて、はい、その先生に指導してもらえっていう流れの道場だったんですよなるほど,なるほどですけども、まあ、僕はどうしても東京に行きたいと、はい、いうことで親父に相談をして、うん、そういった形で国士舘に入って、まあ、中高大、はい 小で生活をして入られてこう初めに感じられた印象っていうのはどういういものだったんですかまあ全国中学校大会で優勝してるチームだったので、うんはい、ま僕が田舎でやってた柔道とは全く違う寝技とかもそうですしうん、うん、見たこともないような返し方をしてきたりとか、うんはい、新鮮であとはまあちょっと絶望というか、はい、やべえとこ来たなっていう。はいはい まあ田舎門の感想だったと思いますいつ頃からそのオリンピック選手というか、はい、その代表であったりとか世界とか日本チャンピオンみたいなものを意識されることになるそうですね、まあ、高校インターハイという大会では、はいはい、優勝することができて、はいはい、でも優勝したときでもやっぱりオリンピックまでは見えないですよね、今の選手というのは僕が今、監督として代表選手を見ていて、はい、まあジュニアの選手とかも見てて。はい 今の選手はやっぱ近いんですよね SNS とかを見たりしててなるほどオリンピックチャンピオンっていう存在がすごく身近に感じれるから簡単に口にできるんですよ、はい、僕もオリンピックとか2連覇、3連覇とか、はい、東京な甘いもんじゃねえよってこっちからしたらだから良くも悪くも近すぎるという僕は思ってます、な,るほどなのでもっと貴重な存在にならなきゃならないし。う 雲の上の上存在じゃなきゃならななきらいと僕は思ってます例えばクリニックがあったりとか指導するっていうのはすごくいいことなんですけど1年に1回しか会えない存在っていう方が価値があるでしょうし、うんはい、その価値があるから多分底上げができるんじゃないかなとな今は非常に近すぎて柔道は少しこう世界が小さくなっちゃってるような気はします。あそうなんでですね、はい、まあ金メダルをイインターハイで優勝しても、はい まあ意識することなく、うん、それがまあ距離が遠い、はい、まあ情報がない、ね、というところで、はい、もう雲の上の存在だというところがまだ高校生活でそうですね自分だったら井上康生だったんで、はいはい、あそうですよね井上康生が上にいたんでこの人に勝てねえよなってずっっと思ってましたまあ出会いといいますか、はい、その対峙する場面というのはいつの時だったんですか初めて試合をしたのは大学1年生の時ですねもう結構、割と早く対戦しまして。はいはい で団体戦、国士舘大学対東海大学の試合で、うん、7人の団体戦なんですけど7分の1を僕は引きまして井上高生その時はもは先輩たちは4年生、3年生僕1年生で 1>,、うん、1年生からレギュラー入れてもらってたので1年生でみんな先輩たちが引いたなみたいな、うん、<laughs> そうしたかしっかりあの引き分けっていう団体戦あるんですけどしっっかかり負けなかったんですよ、はい、むしろなんかちょっとやれ,やれた感で終わったんですよ。はい その時は、ね、もう世界チャンピオンにもなっていてひょっとしたらケージ勝てるんじゃねえかぐらいの感じで終わったんですよね。あいけんじゃねえかみたいなうん、うん、ところからもうスタートしましまた、うん、その結果としては出るんですかこれがまたなかなか出てこなくて、はいはい、大学3年ぐらいまでは日本で勝つととりあえずどこかの国際大会に選ばれたりするんですけどもう勝てないから。 外国人に負けちゃうので、うん、まあ井上康成とこう張り合わないということですよね。うん、外国人に勝って初めて井上康成とじゃあ決定戦やりましょうとかなると思うんですけど、まず海外で勝てないので日本代表にならないんですよね。うん、井上康成という人を倒すということと井上康成を応援している人を黙らせるっていうことぐらいですね。<ー>自分のモチベーションはもう本当それだけでした。そういう意味ではその金メダルというよりも。うん ここそうですね,ですね井上康生に勝つ方が僕は大事だったと思います<ー>当時はずっとやっぱり井上康生井上康生って、まあ、応援してくる応援する人もそうですしマスコミもそうですし、はい、やっぱり井上康生派なんですよねだから正義、はい、こっちがだら俺は悪、はい、悪が正義に勝つ時もあるよっていうことをいつかやってやろうと思って、はい、ずっとまあ その苦しい時期を乗り越えてきたっていうぐらいですよね、特にないです、きっかけみたいなのは、もう黙らせてやるっていうぐらいで日々の中で、不安なときとか、考え事をしているときっていうのは、どういうふうにそれを克服されようと考えていらっしゃいますか石橋を叩いて渡るっていう言葉があるじゃないですか、ちょっと慎重になったりとか、ちゃんと確認して渡る。これっって結局人が作た橋だと じゃなくて一回人が作ったものは全部ぶっ壊して何があるか分かんないから人が作った橋を壊して自分で作って渡るべきだと、はいはい、自分で道は作るべきだということをよく言われてましたので、はい、やっぱその気持ちで、はいうん、人の言葉とか人のアドバイスとかもこう自分がマイナスになっている時とか,はとかはよく声をかけてもらうことはあるんですけど、はい、結局自分で考えて行動する ことが手っ取り早いというか、それが正解だなという考えてはいます。うん、常に、はい、人のアドバイスっていうのはもちろん聞きますけど、うんうん、最終的に判断するのは自分自身で。はいはい。そういったことはまあ気をつけるようにはしてますね。確かに、ね、そうですよね。はい、あの、まあ、我々もこう前例踏襲で過去あったものを例えば去年同じ仕事があったとしたら、それを去年を見て。はい 今年も同じようにしてしまいがちなんですけど、はい、マニュアルがあったりすると。はい、やはりこう自分で、そのマニュアルの過程であったり。うん、過去の失敗事例だったり、はい、まあ、自分で体験して。こう自分で新しく作るっていうことが、やはり一番こう自分にとって。大切であると。そうですね。いうことなんです,、ねはい、ですね。前例がないって言葉だから、大好きです。なるほど。じゃあ、やろうよって逆に。なります。はい、僕は。そうですよ、ね。いや、前例ないですよ。って,言って、はい、いいじゃん、いいっす。 スタート切ろうよっていうよく本当に僕はその言葉を言われると逆に思ますね、はいなるまあ、会社員ってなかなかこう自分の武器とか、うん、あの強み弱みってウィークポイント、はい、とかって分かりづらいんですけれども、はい、監督にとってまずは例えばその武器を作った方がいいのかもしくはそういういウィークポイントを補った方がいいのかというとありますか、はい、自,分は自分自身は武器を作るタイプですやっぱり足技が上手だということはずっと言ってもらってたので。はい 足技で1本を取れる選手になりなさいということを言われてたんですよね、背負、はい、い投げとか内股とかじゃなくても、1本は取れるんですよ、で実際、僕はそうやって勝ってるようになってきたので、はい、自分には最後はこういう足技があるとか、うんうん、詰め込んで詰め込んで詰め込んだものじゃないと、多分そういう時に出ないと思うんですよね、はい、まんべんなくバランスよくやってた、器用にやってたら、多分最終的に何も出てこないと思うんですよね。なるほど なのでやっぱり最後に出たのはこの技だねやっぱりねっていうものがあるべきだと僕は思います。はい、これは柔道に限らず、ね、自分の得意としているものがここ最後出たなお前の得意のっていうのがやっぱりあの自分を救ってくれるしこれで勝ってよかったって多分思えるんですよね誇りを持てるというか。 やっぱり今の選手が求めてるとか今の子たちが求めるっていうのはやっぱり答えなんですよね、うん、刑事、こういう言葉があると、うん、科学的根性論だって言ってなるほど、科学的をつけるだけで、この根性論がその今の子たちには入ると、うん、ウルフっていう選手がオリンピックで金メダルだったんですけど、1試合終わるたびに携帯電話をこう見るんですよ。はい